知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小座沖の皆さん、そして同時放送の FM 宜野湾、 FM 那覇沖の皆さんもこんにちは。知花園子のハピスマアフタヌーン、1週間ぶりでございます。皆さんお元気ですかね。ずっと寒い日が続いてて、もう挨拶は常に寒いねと朝からね必ず連呼して、さすがの私も猫背気味で日々過ごしておりましたけども、まあ昨日の夕方ね、こうちょっと気になった天気をね週末見てたんですけども、今日はなんか晴れそうだなっていう予報だったんです。そしたらね、今まさに日が差してきました。まだね朝10時台ぐらいまではちょっと雲がかかってて、洗濯物果たして乾くのかななんて思ったんですけどもね、私が出かける直前には日が差してきてね、あ、これは予報通り晴れるなと、はいね、こうやって少しずつ春が近づいてくるのかなとは思うんですけども、まだまだ予断は許さないね沖縄の冬の天気ではございますけども、旧暦でねよく寒くなるっていう日が決まってくるなんて言いますけども、この前はムーチービーサーでした ねだったね。でなんかね、その後にまた別れビーサーとか、なんかもうちょっとおじいちゃんおばあちゃんに聞くと、なんかいろんなビーサー寒さがあるらしいですよ。よくわかんないけどね。なのでまあこの後もちょっと予断は許さず、しっかりとね防寒対策はなさった方がいいんじゃないかななんて思います。さあ、そしてねちょっと私事でね、ちょっとお出かけしたことがあって、実は私の親戚がね世界中を飛び回ってるプロのピアニストがいるんですけども、彼がね沖縄でソロコンサートを初めて行ったんですね。まあ沖縄でのコンサートは3回目だったんですけども、過去2回ともどなたかとの共演もしくはガラコンサートという感じでね、ソロでやるっていうことが今回初めてだったんで、宜野湾市にありますコンベンションセンターの方に水曜日出かけたんですけどもね、まあ水曜日の夜も寒かった。でもそんな中ね、2000人超えのお客様の前で、以前この番組にも出ていただいたんですが、金子ミュージシャンっていう方がね、まあ、ソロでコンサートなさったんですけども、いやークラシックもね聴ける年頃になったなとまあ嫌いではなかったんですけどもね、だいぶ曲目が分かる年齢になってきたなという感じがしました。昔だとさ、どうしてもほら、ラジオとかあとはテレビ CM のドラマの BGM 的な感じで流れてるクラシックっていう感じだったんですが、今もタイトル聞くと、あの曲だなんてね思いながら聞いたんですけども、まあ、たまにそういうクラシックを聞くと心が浄化されるというかね、やはりいい音楽っていうのはね時代を超えて残るんだなっていうのが証明されますよね。ぜひ皆さんもね沖縄県内でもいろんなクラシックコンサート開催されます。近々私また行くのが2月の12日かな、戸口圭さんね、よくラジオでも出てるフルート奏者でもあるんですけども、彼がいつも主催しているコンサートにもちょっとお出かけしようかなと、宮田大さんっていうね、プロのチェロの演奏者がうるま市の方でコンサートを行うということなので、もし皆さんもよかったらね、 Facebook とまたは新聞にも大きく広告載ってましたので、ぜひ興味のある方お出かけになってみてくださいね。え、いい音楽みんなにも聞いてほしいなさあ、そしてね気になるお天気なんですが、今日ね本島地方はまあ曇りというマーク一つではあるんですけども、まあ晴れ間が出てきていますね。ただ気になるのが気温ね、寒いかなと思ったんですが、今日ね朝は21度最高予想だったんですが、なんとこの時間変更になって22度まで上がるということですよ。楽しみ。なんだかね
通常に戻ったかなという数字がするんですけどもね、降水確率も 20% から 30% ということなので雨は大丈夫かなという感じがいたします。そして週末も見てみましょう。明日10日土曜日なんですが、曇りのち雨ということで、午前中は 30% なんですけども、午後から 70% 前後ということです。ただ気温が23度ということなんですね。だからそんな寒くはなくってね、どんな天気なんだろう、蒸し暑いってわけではないんでしょうけどもね、はい。そして11日日曜日、こちらは雨のち曇り、はい、で降水確率は 50%、 ただまた気温が下がっていきます。日曜日15度です、最高気温。まあ戻っちゃった。そしてね、気になるのが12日月曜日ね、高級日になあ高級日の第9になるのかな、高級日ね、11日が建国記念日なので第9で、月曜日がハッピーマンデーでお休みになるんですけども、曇り時々晴れ、降水確率は 30% ですが、最高気温が13度。はい、この数字聞き覚えありますね。今週ありましたね、めちゃくちゃ寒い日。これ13度って言うと沖縄ではおかしいですね。まあ皆さん、まあ、この連休ね、お出かけなさるかと思いますが、暖かい格好をしてお出かけになってください。以上、本日のお天気と、週末連休にかけてのお天気をお伝えいたしました。さあ、そしてこの番組では毎週リスナープレゼントをご用意してますよね。先週は、東南植物楽園レストランピースのペアランチ券2名様ご用意しておりました。当選された方、旧具志川市のお礼さん、お久しぶりですね、元気ですか。そしてもう一方、埼玉からちょうどご旅行に来てたね、大塚健二さん、久しぶりですね。最近番組では見なくなったけどね、リスナーさん元気かしら。埼玉で会って以来ですね。いかがお過ごしですか。沖縄満喫されましたか。ぜひまた沖縄いらした時にはね、東南植物楽園お出かけになってみてください。ありがとうございました。さあ、そしてね、前半は毎回ゲストの方に登場していただいて、たっぷり情報をお届けするんですが、後半もしもしアモご用意いたしました。今日のもしもしアモ、もしもピョンチャンオリンピックに出かけて観戦するなら、どのスポーツを見たいですか、ということにさせてください。なんだかね、オリンピックというとすごく遠い国で行われているスポーツの祭典という感じがするんですが、皆さん一緒じゃないですか。特に沖縄なんてね、飛行機に乗って乗っていく感じのイメージがあるので、それがピョンチャン、韓国近いじゃん。もしかしたら1泊2日とか2泊3日でオリンピックツアー行けんじゃんみたいなノリじゃないです。テレビでも言ってたんですね、思い立ったらいけますよと。あ、そうか、近いんだと思ってね。そうなった時、もしもよ、あなたが時間とお金に余裕があって、さあじゃあオリンピックでも見に行くかと、友達と軽いノリで出かけるんなら、どの競技を見たいのかなと気になっています。ぜひご回答お待ちしております。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com、HIRURAJI 数字の12@gmail.com となっています。さあ、そしてツイキャスもちょっと紹介しましょうね。野の中の銀のホタルさんも来てますね。今日はその子さんの好きな肉の日。そうか、2月9日だから肉の日。じゃあ今日晩ご飯肉にしますそしてイミチョジさんも来てますね。このあと3時から仕事ですので、放送聞きながら家事してますって。いい父ちゃんだねあのイミチョさん、我が家にも来てくんないかな今日の晩ご飯、お酒のつまみ全部作っててください。よろしくお願いします、ね、そしてミッキーさんね、東京から肉肉肉肉と、はい、ありがとうございます。タイコさんも来てるやっほーと、相棒とね、あ相撲こらこら何を言ってるんだ君たちは。タイゴさん、中井くんとかまで言い出しましたけど、中井くんはスタジオにいるんじゃないの現地には飛んでないかな、わかんないけどね、まあ、こういう形でツイッターと連動してね、あの番組も動画で配信してますので、ユーストリームもしくはツイキャスでご覧になってください。よろしくお願いいたします。
さあ今日のオープニングナンバーです。すごいタイトルが衝撃的だったんですけども、中島美嘉さんが歌っていますナンバーです。僕が死のうと思ったのは。
昼ラジ千葉なその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りします。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ、ツイキャスコメント読んでいきましょっと、ね、もうすぐ始まるよ、みーずーさんのマシンガントークということでね、なんかみんなね、ミーズに食いついてます。今日のゲストこの方ですよ。はい、カフーリゾートフチャコンドホテルミーズです。はい、ミーズ1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりですね。早いですね。1ヶ月。早いね、うん、早いね。びっくりしました。なんかさ、先月ほら放送終わった後2人でランチ行ったじゃないですか。行きましたね。FM 小座のスポンサーでもあるコアカレーさんにね、うん、はい、かなり長く時間過ごしてねめちゃくちゃいましたね。店長さんにもメニュー、夜のメニュー見せてよなんて言いながらねやってたんです。もうあれから1ヶ月経つんですね。経ちます経ちます。早いですね。びっくりしますよ本当に。また2月はね、2月は逃げるなんていう月でありますから、はい、うん、あっという間にまた3月がやってくるんでしょうけどもね。ツイキャスコメントね、実はね、ミーズ今はい、ご解任中とそうですいうことで、はい、お仕事産休に入るということなんですね。 なんですよ、はい、なので来月までは来れるかななんていう話をしたら野の中の銀のほたるさん、寂しくなるねということなんですよ ね。そうなんですよ。なので今日は思いの丈いっぱい喋ってもらおうかなと思って相変わらず丸投げでいこうと思うんですけどもね。花粉情報はもうこの方に聞けば一発ということで、さあ何からいきましょうか。はい、じゃあまずランチから行きますね、うん、はい、またオレンジも変わったんですよ。ランチが変わったの。はい、うん、でオレンジと、まあ、ブルーから紹介させていただきます。まずオレンジですね、はい、こちらもオレンジとブルー、まあ、共に一緒なんですが、うん、メインディッシュ選んでいただいて、あとは前菜、デザート、ドリンクがセミブッフェスタイルになっている形式になります。はい、オレンジに関してはやっぱパスタですね。メインはどうしても、うん、一押し、うん、でなんと、ね、人気のペペロンチーノ、はい、これがやっぱ一番出るんですよ。出ますね。シンプルだからこそ一番難しいって。そうなんです。パスタの中の F1 って言われるんですよこれ、はい、本当に。でもこのオレンジのパスタを食べたら、ペペロンチーノ食べたらもうなんととろけちゃう。あ、もうこれいいですよね。そう、美味しいんです。うん、お腹に入っていくんですよ、ブッフェでお腹いっぱいになっても
まあ、ご飯代わりでビュッフェはおかずみたいな。そうなんですよ。どうでしょうかね。うん、でも美味しい。そうですね。なのでまだパスタ食べたことない方はペペロンチーノからも試してみては見てほしいなとは思います。はい。その他にもやっぱりエビとほうれん草のトマトクリーム。ああ、トマトクリームも人気ありますね。あるんですよ。女子好きですね。はい。うん。ボンゴレビアンコ。はい。もありますし。ビアンコだから白。白です。ですね。はい。はい。明太子クリーム海ぶどうのアクセント、あ、ま、これは知らないな。これも結構人気出てきてるんですよ。うん、あの海ぶどうのアクセントっていうぐらいだからプチプチ感が、プチプチ感そうですあって、うん、やっぱ沖縄の食材も使ってますので、うん、結構人気です。やっぱ観光客に人気ではありますね。あ、そうなんだ、うん、こちらが一応金額は2000円なんですが、まあ、お値段もお手頃ですので。そうですね、パスタざっと見た感じでも今 2,4,6 種類あるんだけども2000円未満。はい、はい、なのでこの6種類なかなかお好きなもの食べていただいてもいいですし、うん、まあ、パスタじゃなくてもリゾット、はい、シーフード、うん、ミートもございますので、はい、またお値段も1680円から2350円までと、うん、だからもうお値段もお高いって言っても2350円までですので、はい、なのであのお肉食べたい方は、うん、ミラノ風カツレツを食べていただいてもいいですし、はい、シーフードでしたアクアパッツァを用意してますので。アクアパッツァね、はい、これも美味しいですよね、出汁が出てね、うん、今日やっぱりシーフード見ても食べたい方いらっしゃるので、はい、あのオレンジはパスタだけじゃなくてリゾットもシーフードミートもありますよってことで準備してますので、うん、ぜひご来店してない方はね、はい、一度来てみてください。はい、よろしくお願いします。はい、あと2018年はですね、うん、オレンジ地中海をテーマに皆様を旅にお連れするっていうテーマを作ってますので、お、じゃ今月は南フランスのお料理をあの中心に3種類ご用意したんですよ、うん、あ、どんなメニューだろう。これはですね、お値段が2200円から2600円の3種類になるんですが、うん、まず2200円のお料理、こちらが赤エビとフンダンソーのリゾベルデ、うん、これクリームベースのリゾットなんですよ。あ、ベルデだから緑色なんだね。そうなんです、うん、そこにあのフンダンソー のピューレを入れまして、はい、それを色鮮やかに仕上げたんですね。あ、その色で緑色になるってことなんですね。はい、うん、で、まあ、エビ甘いじゃないですか、うん、甘いのとこの彩りの緑色のリゾットがまたマッチしてるんです、うん、色も見た目も鮮やか、うん、香りもすごい、もうエビの香りもしますし、うん、これおすすめです、はい、ぜひランチのメインにしていただけたらなと思います、はい、で続いてこちらもお値段同じ2200円になります、はい、近海鮮魚のこちらでオリーブクリート焼き、うん、カリフラワー、カリフラワー好きですか。好きです。でカリフラワーを乗せてるんで、ここまたブロッコリーじゃないところが、はい、あの味噌なんですよ。ここがここおすすめで、うん、今やっぱ冬の食材カリフラワーってそうですね、はい、あるので、うん、この食材を使って、うん、あの仕上げてる一品になるんですが、うん、まあ、お魚料理ですね、はい、言えば。でそこにオリーブの実を混ぜた生地を乗せてオーブンで焼くんですね。なんかパイ包み焼きみたいな感じ。はいはい、そうですそうです。でそこにあのカリフラワーとジャガイモで牛乳で柔らかくで煮込んでるので、うん、まだそこにレモン風味のオリーブオイルをちょっとつけて、はあ、香りもすごいするんですよ。なんか手が込んでますね、はい、でぜひこちらもフランス料理って感じしますね、はい、ぜひこちらも試してください、はい、でもう一つこちらが次お肉です、うん、2600円のお肉なんですが、うん、牛貝の身のグリル、うーん、ブロバンス風で、こちら赤身肉を使ってるんですね、はい、赤身肉の貝の身の部分を使ってまして、うん、そちらをグリルしておりまして、うん、そこを酵素とあの合わせて作ってる一品の料理なんですね。ほー、ハーブで、はい、はい、でそこにソースなんですが赤ワインを使ってますので、うん、まあ、その他の好きなワインね、はい、そこにエシャロットを使った、あら高級ですね。高級でございます。お家では作れない、作れない、はい、エシャロット高いよ、野菜の中でも高いですよ本当に、はい、でボルトレーズのソースと一緒に、まあ、お楽しみくださいっていう形で一品作ってます。これはちょっと絶品ですね。お肉好きにはちょっとたまらないですね。たまらないです。今もあの映像が浮かんできましたすごいじゃないですか。もうリゾットからお魚からお肉、この3種類をご用意してます、はい、選べますね、はい、でまたそれに合わせてワインも出してるんですよ、はい、うん、グラスでなんですが、はい、ジュナールシャルドネ、あ、シャルドネ、はい、うん、あとジュナールのカベルネ、はい、ソービニオンが650円、うん、でそれだけじゃなくてビルカールサルモンが1500円で、うん、グラスでグラスでなんですよ。あら、
結構お値段もお得なので、足りない方はもうボトルでも何種類もご用意してますんで。はい、わかります、はい、ランチからね、ぜひボトルでもいいのでワインを頼んでいただけたらなと思います。いいですね、ランチからワインをボトルでオーダーできるっていうのは。またオレンジ進むんですよね、ワインが。そうですね、うん、もうワインセラーのワインの数がすごいので、うん、オレンジね進みます。あのワイン好きにはね、あの連れていくと喜びますよ。めちゃくちゃです。 はい、うん、ですごい、またなんだろう、サーブするのも皆さんお上手でね。上手です、うん、ワインのちゃんとこう目の前で開けてくれてね。私そのソーダはねボトルで飲んでるわみたいな。そう、ソーダいっぱいで足りないからおかわりって言ってきたからね。そうですね、あれはびっくりしましたからね。すいませんでした。ランチからおかわりってなかなかね。なのでまずグラスから試してみてくださいってところです。だって好きだもん。なんで今回はね、まあ、今回もその他にふさわしいメニューじゃないかなというものを揃えてますんで。わかりました。これはいつまでやってるんですか？こちらはですね、あと、とりあえず3月までの予定にはなってはいますが、はい、まあ、延長する可能性もございますので、本当ですか？その時は、はい、皆様にお知らせしたいと思います。はい、わかりました、はい、フランスフェアね、はい、南フランスのお料理がベースになっているということです、はい、さあ続いてブルーいきましょうか。はい、でブルーでございます。ブルーがですね、今私が持ってる手元に持ってるメニューが今月いっぱいなんですよ、うん、まだ3月から変わりますので。もうそういう頃なってるんだ。やっぱり2ヶ月周期で変わっていくのでブルーのメニューは、うん、はい、でまずその変わるメニューがわからないんで、うん、とりあえず今月絶対食べてほしい一押しだけをちょっと紹介したいと思います。はい、まずですね、その他が一番好きな牛ハラミのチーズダッカルビです、うんうん、こちらはもう今月で外れちゃったら来月が食べれないので残ってる可能性もあるんですが、はい、これが新しく新登場したものなので、うん、絶対おすすめです。チーズ好きにはたまらない一品。あのね、トッポギも入ってるの。そうなんです、そうなんですよ。あ、予想は入ってない。入ってない、これ入ってますよね、チーズタッカルビに。で私これ入ってますよ。これ衝撃だったんですよ。トッポギが入ってるのが、はい、あのトッポギって細長いお餅みたいなね、はい、韓国のものがあるんですけども、美味しいですよね。それ合うんですよね。合います。なんかね、ちょっと得した気分でした。、はい、ありがとうございます。またチーズと絡んで美味しいんですよね。美味しいですね。こちらがお値段が2200円です。はい、これはね、寒い時だからこそおすすめしたいですね。はい、うん、ぜひこちらお試しください。はい、あとはですね、やっぱり堂々大人気ローストビーフの、まあ違いなく人気ナンバーワンですね。人気ナンバーワンでございます。だってもう迷った方はローストビーフ丼を頼んでいただいても構いませんので、うん、はい、こちらはローストビーフ丼、あとキッズメニューもございます。やっぱりね、はい、あのアジア系の料理なので、うん、あの辛いものが苦手って方はお子様用に850円でランチプレートも用意してますので、はい、こちらもぜひご利用ください、うん、はいよ。はい、じゃ あ続いてちょっとランチはもうブルーは今言った、うん、ローストビーフ丼と、まあ、チーズタッカルビが一押しですので、これくらいでいいかなと、うん、他にソース一押ししたいメニューがあと2つあるので。何ですか？はい、まずですね、もうランチはちょっと一旦置いといて、このディナーに行きます。あ、ディナーですね、はい、はい、うん、ディナーのまず今私、まあ、ブルーからデリアンドカフェに移ってますが、移動したんですね。移動してます、うん、で今デリアンドカフェをちょっと任せて見せてもらってるんですが、はい、サーフ&ターフをやっております。出ました。はい、うん、こちらが今ですね、一応期間では3月の予定でございます。はい、こちらがお値段お一人様4000円、うん、でソフトドリンク飲み放題込みでこの金額でございます。すごいね。でお料理の内容もすごいんですよ、うん、コンボバッグ、あとミックスサラダ、うん、トルティーヤチップスで、またポップコーンが入ってるんですけど、このポップコーンがソースと合うんですよね。びっくりするぐらい、うん、でガーリックトーストにこのソースをつけていただいてもいいですし、はい、あとパスタも目の前で出していただけます、うん、もちろんあのシェフがパフォーマンスしますので、はあ、でそれだけじゃなくてフルーツもついてて、うん、で飲み物もソフトドリンク飲み放題、はい、であのお酒も飲みたければそれにプラス1000円していただければお酒も飲み放題できますので、うん、はい、はい、すごいね、4000円で食べ放題なんだ。食べ放題です。しかもこれ普通の食べ放題じゃないんですよ、うん、お箸、スプーン、フォーク一切使わない、手で使う、あの食べる式なので、手で手づかみでお食事をするわけですよね。そうなんです、手づかみなんですよ、うん、なかなか手で食べないじゃないですか、うん、お家でも食べないので。食べないですね、はい、
間違ったらスナック菓子お箸で食べますね。私、私も食べます。あの手が汚れるから、うん、汚れる。でもあえてこれは手を汚してってことなんですね。そういうことなんです。手を汚して食べていただいてもいいですし、うん、あとちょっと女性の方は爪が気になるんです。手袋、そうね、貸し出ししてますので、うん、そう、爪私も長いのでこの爪の中に入るのが嫌なんですよね、はい、でも手袋がちゃんとあるんで。あるんだ。大丈夫です。ならいけるね。ならいけます。女性の方でも、うん、最近女性の方でもあの結構人気出てきてるので、はい、またここにカニも入ってるんですよ。ズワイガニがズワイガニ、はい本当だ、書かれてますね。書かれてます。ズワイガニ、うん、入ってますので、まあこれがね目当てで来る方も多いんですよ。これは安いな。じゃあ安いです。であとソースの辛さが選べるので、うん、3段階選べるので、うん、ソースもあの3種類準備してるので、まあ、お好みのソースをつけていただいて、はい、あ、じゃあいいですね、はい、うんうん、でお子様に合ったソース、まあ、大人に合ったちょっと辛っぽいソースもありますので、うん、もしぜひよろしければね、キッチンも来ていただけたらなと思います。はい、これは開催場所ががとですね、ホテル棟にあります2階のデリアンのカフェ、うん、はい、でお時間が11時半から22時がラストだなっておりますので、オールタイムってこと？オールタイムなんですよ。うん、ランチからディナーのオールタイムになってます、はい、で基本的には予約制なんですが、当日予約でも OK です。お、この後30分後に行きたいですみたいな、はい、あ、もう大丈夫です。あ、人数にもよるんですけど、はい、あの、まあ、2名か4名でしたらすぐご用意できますので。そうなんですね、はい、うん、まあ、少しやっぱ6名から10名ほどなってしまうとちょっとお時間いただくので、その時はまあ要相談ですね、はい、よろしくお願いします。はい、これはね、あの前回やったのが大人気でね。そう、大人気だったんですよ。それで復活したプランだということなので、はい、あの手で物を食べるっていうのがね、どうも日本人はあのこうタブー視されるようなね。そうなんですね。感じ、なんかほらインド人とかだったら手で食べたりするじゃないですか、はい、でも日本人ってね、テーブルマナー上は手で食べちゃダメっていうのあるので、あまりよろしくないと言われてるのをあえて、はい、あえてそこをついてみました、ね、ぜひ皆さんこれお出かけになってみてください、はい、まあ、週末でも金額変わらず、変わらずです。4000円、はい、しかも税込みでございますので、はい、はい、ね、これはいいですよ。ぜひお出かけください。はい、よろしくお願いします。そしてね、はい、最後なんですよ。すごい華やかなパンフレット、はい、が来たんですけども、もう全身ピンク本当ファッションではないんですが、全て可愛いおしゃれなピンクのチラシを持ってきました。これはもしかして来週のあれですか、はい、いや、もうすでに始まってはいるんですよ。始まってるんだ。もうちょっと早速始めさせていただいたんですが、はい、まあそうですね、基本的には12、13、14、この3日間が勝負かと思ってるんですが、バレンタインデーフェアです。うん、はい、でこのバレンタインデーフェアがあの全レストランで開催になってますので。え、全レストラン？レストラン、ね、レストランで各自バレンタインフェアにちなんで一品出していただいてるんですよ、うん、はい、なのでまずオレンジ、オレンジでしたら、はい、こちらお料理出してるんですが、おほー、あ、全部違うんです。ブルーもオレンジもデリ&カフェも料理が違うんですよ、内容が。あ、レストランで、はい、それにちなんだスイーツやお料理を準備してる、はい、そういうことです。スイーツのみではなくないんです。紹介いきましょうか、はい、これ、うん、じゃあまずですね、デリー&カフェからいきますね、はい、こちらがケーキが2種類、ドリンク2種類出しております、うん、でケーキお2つなんですが、ローリーポップのチョコレート3本セットで680円。やだ、上の写真の方にあるんですが、です、ね、まあ、キャンディー状に、ドリポップってね、はい、キャンディーね、うん、したので下のになってるんですが、まあ、中には生チョコとミントが入ってまして、はい、そこをもう1つの白いのはクッキーを折り混ぜたザ・パティシエ特製のスイーツ、生チョコレートでございます。やばいですね。それをキャンディー風にしまして、うん、また可愛い箱に入れてラッピングしてお渡しするんですよ。あ、プレゼントに一ついかがかなと思ってるんですが、お値段もお手頃な680円でございます。安いんです。うーん、でこちらもですね、まあ、女性の方には人気ですんで、今少しずつ出てるんですね、はい、ただこれよりも人気なのが下にあるハイヒールカップケーキ。これすごいね。これ面白いんですよ。これね、映像見てほしい、みんなに、はい、ホームページに載ってますんで。ケーキなんだ。ケーキです、ケーキです。あのハイヒールの形をしたスイーツ、ね、はい、合ってますね。はい、ドンピシャです。これね、写真撮る方やっぱ多いです。でしょうね、はい、これインスタ映えたやつですよねめっちゃハイヒール、10センチヒールぐらいの。そうなんですよ。あのちょっとピンヒールですね。そうだね、チョコベースなんだけども、はい、デコレーションがピンク色。そうなんですよ。うーん、でそれを2個セットで800円。サイズ的にはこれぐらい？
いや本当にこれぐらいです。小さめですね。ねえ少しこれ大きいと和田アキ子になっちゃいますね冗談ですけどね。なのでもう本当にお一人様用も本当にプレゼントには最適かなと。じゃあカップルで片っぽずつ食べる感じいいですね。あもうそれでも全然、はい、あいいですね。で色が3種類ピンクと黄色と紫用意してますので。えじゃあ味が若干変わるんですか。いや味は同じなんですよ。一緒びっくりした、はい、味はクリームチーズを使ってるので。えあクリームチーズなんだ、はいはい、下がチョコレートのカップケーキに上がクリームチーズになります、うん、でそこにあのちょっとお菓子でですねヒール状 のピンヒールのこの下の部分を作ってるんですよ、うん、でそれが2つセットで800円。はいでなので味はですね、まあ、同じなんですがあとは色をちょっとつけたっていう形になるんですが、うん、こちらもねあの人気なので結構すぐ売り切れちゃったりするんですよ。個数がちょっと販売個数が少なかったりするので、ぜひあのもうプレゼントに間に合わないって方はカフェに来て用意しますので、はい、ぜひ声かけてほしいなと思います。はい。であとはですね、お飲み物が2つあります。チョコレートフラッペとチョコレートモヒート。ほほ。はい。こちらもですね人気なんですが、セット売りですね。ハイヒールのカップケーキとセット売りもやっておりますので、えハイヒールケーキが1個ついて。ドリンクがついてセットがあると、はい、そうなんです。ほーそれセットですとチョコレートフラッペは1350円、はい、チョコレートモヒートは1450円になってますので、うんうん、で単品でも750円と850円。あーそうなんですね、はい、お値段も、うん、あとはテイクアウトもできるようにしてますので。あーえ、はい、モヒートってノンアルコール。ノンアルコールです。あよかったびっくりしたノンアルコールですモヒートは。えでも面白いね、チョコレートとモヒートって掛け合わせてるの聞いたことないな。聞いたことないじゃないですか、うん、でノンアルコールなので 見た目もねすごいおしゃれなんですけど、うん、すごい味もあこんな味なんだって飲んだんですけど不思議な味でしたね。少しチョコミントではなく、チョコミントではないんですよ。でもミントの味が強いわけでもなくてちゃんとチョコレートのこの素材を生かしてるんですね。へえ面白い。なのでちょっとあの層になってるんですけど、まあ、少し最初はちょっとチョコレートの方飲んでいただいて、はい、あとは混ぜて飲んでいただくと、うん、ちょっとチョコミントの若干ちょっとソーダが少し強いかなぐらいの味なんですけど、美味しいです。さっぱりしてて、ちょっと気になります。はい、うん、なんでこちらもぜひあの立ち寄ったら飲んでみてください。はいお願いします。はい、はい、で次はですねワイアントダイニングザオレンジでございます。うん、どんなメニューだろう。こちらはまあ写真見ないと分かんないですね。ちょっとパイ包みみたいになってるんですが、はい、でこの扉 のフィルムを開けると中に食材が入ってまして、はい、この食材とまた食べれる花びら分かりますか。あ、分かります。はい、も一緒に入ってるんですよ。で、はい、中にはあの、まあ、パスタなんですけど、パスタとあと魚をちょっと使ってるんですが、うん、ほう、あ、ハマグリ？そうなんです。ハマグリも入ってんの？ハマグリも入ってます。はあ。見えますか？見えないですね。ちょっとねどんな感じか、あのリボンがすごい強調されてるんですがあ、そうですね。でもあ、なんかパスタなんですね。パスタになってます。うーん、あ、さすがオレンジね。はい、うん、でそれをあのパイ包みみたいにフィルムでちょっと包んでるパスタになるので、うん、それ広げると中がハマグリとあと色とりどりの花びらも出てきまして、はい、すごい綺麗、見た目も綺麗に鮮やかに、はい、なってます、うん、でこちらサイズが M と L がありまして、はい、M が2000円、うん、L が3000円になっておりますので、L だと2人で食べれる感じ。食べれます。うーん、 M ですとそうですね、あの1人でもいけるかなと思いますので、はい、こちらが18時から23時、はい、で22時がラストオーダーですので、うん、まあ、カップルで来た時にですね、大好きな人と来た時に一品頼んでみてもなと思います。はい、ぜひお試しください、うん、で私が1個一押しの琉球バーベキューブルー、うん、タイトルがすごいんですよ、うん、バーベキューパフェなんですよ。そう、バーベキューパフェっていうとなんだろうと思うんですけど、はい、写真は本当にパフェです。そう、私騙されるとこでした。騙されますよね、うん、これすべてお肉です。って感じよ。本当にって感じですよ。一瞬見た目あの一番上段パフェって何層かになってて、はい、一番上の飾りの部分、はい、バラのお花が3つほどあるんですよ。そうですね、てっきり私あのなんかこうチョコレートか何かで作ってる装飾品だと思ってたんですけども、はい、よくよく見るとこうお肉ですね。お肉ですお肉の部位4種類使ってるんですよ。面
面白い。で上の方はあの花びらにまみ立ててパフェの方に、うん、パフェのに作ったっていうことになるんですが、うん、で下の方がしあのホルモンですね、はい、ホルモンにレバーも使ってて、あと貝の身も使ってます、うん、で上が赤身肉でお花を作ってますので、これがなんと一つ2500円。すごい、これ一人前どころじゃないかもよ意外と。そうなんです、結構あのこのパフェの器も大きめですので、はい、出てきた時すごいびっくりすると思います。面白いこと考えましたね。これ出てきた時多分子供は勘違いしますね最初。多分ねアイスクリームとか何かと間違えるでしょうね。間違えると思います。でもあの結構ボリュームもすごいので、うん、2500円の納得するお値段なんですよ、すごい、はい、はい、でこれがもしフルデザートでもこの価格でもいけるかなと思ってるぐらいなのをまさか肉が出てくるとは誰も思わないので。思わないですね、はい、じゃあこれをまたこう火で焼いていただくと、はい、いう感じ。そうです、上からこう取っていただいて斬新ですね。面白いね、はい、ぜひこちらもお試しください。はい、これバーベキューブルーは何時からと？18時から23時のラストだ22時までになってます。はい、バレンタインだとどうしてもスイーツに走るのかなと、あのデザートにね、はい、こういろいろそういう工夫をしてくれるのかなと思ったら、お食事をこう工夫したわけですね。そうなんですよ。なのであの本当にお客様楽しんでいただけるように考えられているので、うん、まずはオレンジでお魚のパスタを食べていただいて、はい、で次の日はまあブルーでお肉パ肉パフェレンチャンでいくと。でも帰りにちょっとやっぱ自分たちだけ食べてもなってお土産になっていう時に、うん、ピンヒールのこのハイヒールカップケーキを、そうですね、買っていただけるっていう、まあこのルーティンを作ってるようなメニューですこの1枚のチラシで。いやでもこれはちょっと斬新ですよ、はい、あの特に、ハイヒールカップケーキはね、これ喜ばれますね。喜ばれると思います。これはなかなか多分ないです。見ないですから、ちょっとあのビジュアル的にこうインパクト与えたい方にはこれを送るのもいいかもしれません、はい、うん、面白いな。できれば肉パフェもね、こういう風に持ち帰れればねすごいいいなと思ったんですよ。持ち帰りやったらすごいですね。すごい、もうめちゃくちゃ売れると思うんですけど、さすがに生肉はね、さすがにできないので、うん、食べに来てと、はい、食べに来ていうことでしょうかね、はい、はい、ぜひ待ちしてます。このバレンタイン の, あの企画ものっていうのは特に予約はせずに、あ、予約なしで大丈夫です。オーダーできると、はい、いうことですね、はい、でこれは、もうすでに始まってるということなんですが、はい、いつまで？そうですね、18までなんですよ、うん、18日来週の、そうですね、1週間ぐらいですね。そうだね、あ、久しぶりルーさんあ、じゃあ期間限定ですから皆さん、はい、慌てていきましょうか。ぜひぜひ、はい、ね、ちょっと横に気になったチョコレートみたいなのがあるんですが、はい、これも販売してるのかな。これも販売してます。こちらあのショップでですね、うん、2階のホテル棟とアネックスと1階のショップでも販売してますね。ビーンズトゥーバー沖縄シナモン、はい、ビーンズトゥーバーシークワーサー、はい、チョコのバーが売られていると。そうなんです、いうことですね。カカオ 65% 使ですので、うん、あ、じゃあそんなに苦くはなく、苦くはないです、はい、ね、で沖縄ならではなんですね。沖縄シナモンからきを、はい、使用してると。でもう一つがシークワーサー、まあ合うでしょうね。合います、チョコとやっぱ合いますね。うん、まあこれをね、お土産に買っていってもよしでね、はい、ね、あのここでしか販売していないものですので、はい、ぜひショップの方にもねお立ち寄りいただきたいなと、はい、いう感じでしょうか。もうどちらも期間は18日までですので、うん、バレンタインちょっと過ぎてやばいなと思った方も間に合います。間に合う、はい、ね、週末までやってるんだって。やってますので間に合うということなので、ちょっと遅めのバレンタインしてもいいかなと思うので。そうですね、はい、ぜひあの週末ですね、17、18ラストスパートかけてもいいかなと思ってますんで、はい、自分チョコに欲しいよ。欲しいですよ ね, ね、ご褒美ね。私自分に買おうかなと思うくらい。いや、私あの、うん、私ハイヒール気になっちゃう。アイエール、はい、もうぜひぜひこれ気になっちゃう。見に来ていただいて。見に行きたいですね。写真撮るだけの方もいらっしゃるんですが、いや、それだけでも全然いいですよ。マジっすか、はい、だってみんな見に来るだけでも十分だって。見に来るだけでも十分です、はい、見に来るだけでも可愛いんですよ、やっぱ見ても、うん、で見に来るだけじゃね済まなくなります。絶対買いたくなるんで。そうだよね、はい、買いたくなるよね。買いたくなります。プレゼントしたくなるんでね。はい、ということでね、はい、盛りだくさんの情報をお届けいたしました。それでは一旦 CM を挟んで、メールがデイジいっぱい来てるわけ、紹介できないかもしれないけど送った方最後まで聞いてください。よろしくお願いします。
知花園子のハピスマアフタヌーン。知花園子のハピスマアフタヌーン。ミズ、メールがいっぱい来てるよ。ねえ、嬉しいですね。ねえ、もう駆け足でどれか読んでいきますか。ラージヒルのごとく飛ぶように紹介していきましょうかね。はいはい、まずいつものマシュマロ王子、はい、ありがとうございます。マシュマロスターマシュマロ王子ですと、はい、今日のもしもし案も観戦するならどの競技がいいですが、自分だったらアイスホッケーかいいかなって。おー、アイスホッケーね、あれ氷上の格闘技って言われてますよね。すごくアタックが多いスポーツで怪我が続出するなんて。私の友達もやってるんですよ。沖縄に住んでるんだけど、すごい怪我するんだって。あ、そうなんですね。でもそれだけ見応えはありますよね。確かにね。じゃあ平昌オリンピック行けないかもしれないけども、テレビで観戦かなね。あ、ぜひ、ね、今度またこのなんだアイスホッケー見た後の感想なんかも教えてください。ありがとうございます。そしてこれは阿部門さんですね。その子さん、今日はいい天気ですね。もしもしあんも平昌オリンピックね、やっぱフィギュアスケートですねって。そりゃそうですよね。フリーが見たいです。女子も男子も優秀な選手がいますからねと。あと水ランチ券もよろしくねって。アベモンよりって書いてます。スイーツバイキングも欲しいなと。スイーツバイキングリクエストですよ。はい、はい、また新しいことやっちゃうかな、ね、新しいことやりますね、うん、さあそしてラジオネームおじさんランドリーさんですね。この名前初めて聞くな。そのちゃん、あ、これでわかったよ。ミーズさん、お久しぶり。おっさんランドリーだよ、ね、ーオリンピックだけど行くならやっぱりジャンプかなって。あー、ラージヒルとかそういうやつね。東京オリンピックの花形でしょ。でも寒そうだよね。ということでブルー希望だそうですよ。ありがとうございます、ね、そのちゃん、ミーズ、おじさん頑張っているからさ、お願いだから当ててって。当てるのはスタッフさんですよ。FM 小座のね。私たちは読むだけなんですが、頑張ってるからって当たるようにうとうとしとこうね。さあそしてこちらは3人のママきなちさんです。ありがとうございます。最近聞くだけでしたけど、今日のもしもしやもうピョンチャンオリンピック見に行くんだったらね、やっぱスケートですかねって。スケート、スピードスケートのことかな、それともフィギュアスケートのことかな。スケートってもいろいろありますからね。でもやっぱりフィギュアスケートのような気もしますけどもね。そしてリスナープレゼントはオレンジが希望ということです。さらにこれはイミッチおじさんだな。今日のもしもしやもおじさんが見に行くんだったらアイススケートかなって。羽生結弦くんのあの華麗なジャンプ生で見てみたいですと。そうだね、氷が、削れる音や選手の息遣い、テレビでは味わえないと思うしねと。確かにね、あれ映像で見てるとすごく何だろう、上品な感じですけど、そうです、ね、すっごい音なんですってね。私ディズニーのアイスショーをね、埼玉で見に行ったことあるんですが、はい、ガリガリ言いますよ。本当ですか。うん、子供がびっくりしてた。ガリガリゴーゴーゴーっていくので、めちゃくちゃスピードあるみたいですよね。そう、すごい。でもね、それをね、何だろう、感じさせなく演技するって、確かに
すごいね。すごいですね。ね、だから羽生くん長らくメディアに出てないから、これみんな楽しみにしてるでしょうね。ハラハラドキドキしますよね。ね、さあそしてこれは銀のトロンボンさんだ。こんにちは。今日も揃って黒色の服でシックな千葉なその子さん、山水木さんでまた揃えちゃいましたけどもね。はい、今日もおかしなラジオネーム銀のトロンボンです。今日のもしもしアーモピョンチャンオリンピック見たいのはスピードスケートですと。室内競技だしスピード感もあるし、たまにみんな揃ってこけるのも見てみたいと、かっこ不謹慎かなと、うん、あでも一斉に転ぶからね、あれね。そうですよね、うん、何より結果が早いですからね、うん、あもう一瞬で決まるからね。確かにフィギュアスケートとは違いますね。フィギュアスケートはテレビでゆっくり見る方が好きと、うん、全員が滑り終わるまでも長いし日付もまたぐからさって。あ確かに、うん、長いね、待ってるのがね、うん、長いね、長い長いです。だいたいあの一番上手な人たちは後ろの方だもんね。そうか、そうですね、ね、はあ、そしてこれはあジェヒョンちゃんから久しぶり。あ久しぶり、ね、その他水、うん、こんちくは今日はバイト休み、奇跡的に金曜日に休みと。ツイキャスはギノワンでしか参加できないんだけど、小座ではコメント見れないわよねって。そうなの、全部見れないの、うん、ごめんね。でもメール嬉しい、ありがとう水、はい、サンキューに入るの。そうなんです、おめでとうございます。ありがとうございます。元気な子産むんだよって、はい、ちなみにね男の子でした。あらもう分かったんだって。分かりましたよ、ついてたんだってねえ、はい、楽しみです。楽しみです。なんかおばさんの気分。おばあちゃん大丈夫か。あ失礼だろお前。おばあちゃん、私おばあちゃんなの。あおばあちゃんで教えますね。おばあさんにして。分かりました、おばあさんで。変わらないと思うけどな、その子おばあって言われるわけ。おーデジになってるさ。でもおかしくないんだよね、いてもね。確かにね。そうですよ、おかしくないかも。早い孫ってみんな持ってるもんね。あ、じゃあ孫にしようかな。初孫にしようかな、はい、水の子供。そう、ここに座らせときますね。水、そのたんみたいな肝った母さんになってくださいねって。あー、はい。なるよ。なります。いや超えるかも。超えるはずよ、うん、似た者同士ですが、水の方が若さでもっとエネルギッシュだからね。肝っ玉ではすごいと思いますけどもね。でピョンチャンオリンピック見たいのはカーリングだそうですよ。我が家の漬物石転がしてみたいと。あ分かる。よく大ちゃんが言いますね。漬物石ドンとね、はい、そしてムーネーさんですね。ムーネー先生です。はい、水さんこんちら、え、こんちらっきって。今日語呂合わせで服の日って。あえ服の日、服、あそうね、服の日でもあるけどね。私は昨日ラッキーデーだったので今日はラッキーじゃなくても結構です。なんじゃそりゃ。ソチオリンピックを見るなら私はって。ソチじゃないピョンちゃん。スピードスケート、あ人気ありますね。やはり速さもそうですがフォームに目が行くって。前傾姿勢で手を使うフォーム、フォームの美しさ感じます。わかるね、そうだね。で、フィギュアスケートじゃなくて スピードスケートの選手の中にはオフシーズンに競技用自転車を使ってトレーニングする方もおられますって。そうなんだね。確かにね、あの太もも鍛えるためには自転車いいって聞きますけどもね。そして北野リスさんです。ありがとうございます。こんにちは。バレンタインデースイーツフェア発送できるんですか。できないんですよね。できないって。北野リスさんごめん、うん、あそうなんだ。結婚指輪が輝いてる水さん、そうキラキラもらいました。もうやだ。旦那様がサプライズで送っていつもありがとうなどメッセージカード添えて、あサプライズになりますよね。もらったことないかもカードとかは。やりなさい。言っときます。やりなさい、言っておきますね。お尻ペンペンしておきます。また来ましたよ。そうだね、水さんおめでとうって。ありがとうございます、ね、素敵な赤ちゃん産んで昼ラジで話をしてくださいって。いやもう連れてきますよ。おっとここにちょっとちょこんって座らせておこうかな。連れてきちゃうって楽しみですね。もうで予定日いつなんですか。わー七夕ですね。7月の7日ですね。あ本当、はい、なんかねもう来月までギリギリ番組には参加できるかなと。いやもうバリバリ働いてますんで、まだいい、まだまだ現役ですね、うん、現役です。まだまだ頑張れますよ、ね、まだ働き盛りの水ですからね、うん、はい、ということでメールを読んだら残り2分。お水何見たい。私ジャンプです。やっぱジャンプか、はい、そうなんだね。いや楽しみじゃないですか。確かにね楽しみね、うん、日の丸飛行隊なんて言いますけどもね、はい、あとレジェンドみんな、ね、8回目のオリンピック、うん、本当に金取ってほしいなと思うんですよ。うん、わかるわ。ありますか。なんかいろんなの見たけど私はモーグルが好き。あーモーグルもいいですね。確かにあれもなかなかかっこよくて、かっこいいですね、うん、あとはねスノーボードのハーフパイプ、あー
15歳で前回、銀取った名前なんだったっけ、ゆうやじゃなくてなんだった、あの子が大怪我をして復帰したんですよ、うん、あそこからどうなるかってことですね。ですごいジャンプをこの前 の、 あのワールドカップで見せてますので、はい、今回も上位に食い込んでくれるかなと期待している感じですね。やっぱちょっとすぐ結果上がれる方が多分いいですかね。確かにね、うん、見るのもスカッとしますね。あと寒いんでね。あ、室内競技が本当いいね。本当は ね、 本当はね、だってマイナス20度とかあるって言ってるから怖いけど。いやもう そうなんですよ、ね、寒いからな、凍えながらな、見るのもなとは思いますけど、うんね、週末楽しみが続きそうですね。そうですね。ということで今日のゲスト、慌てるようにこの方でした。はい、花粉リゾート着婚のホテルの水でした。はい、また来月も待ってるからね、はい、あ、これこれ、何もう時間ないよ、時間ないよ、皆さん招待券、はいはい、応募してね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、昼ラジ千葉のその子のハピスマアフタヌーン、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワ、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、他各社で各社の協力でお送りいたしました。リスナープレゼントもオレンジとブルー用意しております。今週いっぱいの受付ですのでたくさんメール送ってくださいね。それでは千葉のそのことはまた来週お会いしたいと思います。チャオバイバイ。言うの忘れてましたね。